でも逆に悶絶自体がちょっとふざけてるからロゴがかっこいいのでもありかも。悶絶は入れないでしょ。入れない。え、入れない。マーク、悶絶エルメージャーもいい。エルモマークねえじゃんみたいな。いや、違う。いや、俺バックに欲しい。悶絶って感じだろ。まあ、入らなくはないのか。悶絶なしにしても要はエルモミュージアムのを2段にして。2段きついんだ。俺の中では悶絶が推しなのかな。まあ3回とも悶絶になったわけだ。エルモミュージアム、まあエルモの、まあ、エルモとミュージアムの間だろうな。そうそうそう、エルモ悶絶ミュージアム。あ、マークだ。マークだね。だから悶絶マークミュージアムとかさ、もしくは完全にそっち向いてる。これどかしちゃいましたか、ね、もしくはだからそのお前マジで。ちょっとお前マジでお前マジでダメだよ。お前マジでこれ全部できなかったらお前なんかやらせるから。なんかやります。諦めすぎない。男を見せながら一粒だからそっちも取る。そうだな。なんか僕言いたいこと言い合いだよ。でもそこからね、牙を向け始めたのが純だよ。そうなの。やべ、今さ、ギャグで仲悪いもんって言ったけどさ、もう完全にこれ取ってるから。今ね、ギャグでのところはカットしてる。そっちよね。しかもさ、俺の顔見えてないだけに立ち悪い。こんな顔してる。そうそうそう。想像上では相当悪い顔してる。あれやってんだよ。よう食ったな。すいません、思わず食べちゃった。いいんだよ、テレキの胃袋はだって所詮インデペンデンスデーなめだから。これちょっとちょうだい。ちょっとね、いや残してるもん。セブンバッツも残してるもん。結構うまい。うまいぞ。うん、うん、いける。はい、これタイ、うまい、うまい、めっちゃタイ。ほんとだ、うまいね。あれみたいな、あら汁みたいな、うん、まあ、だからこういう感じで撮って、まあ、だから今日だけにつなげられるような、なんか、なんか、その紹介部位と、じゃあ、もう言ったら実行になるじゃん。例えば、大女性が、ガッバババって、まあ、プレゼントはしないけどさ、ラバババの発売決定みたいな。で、バーン、スプリットシートの発売決定みたいな。何やってる？何やってる？今、まっすぐの人だったんだ。だから、そういう感じでやって、で、まあ、なんならそのままもう、ボーカル対談みたいになっちゃって。ボーカル対談って何について喋るの？歌？お前らと歌について喋ることなんてねえんだよ。でもさ、シンゴのファルセットって弱いよ。俺弱い。そういう話になってきました。弱い。そういう話をほんまにしましょう。そういう話になる。弱いよな。テルキってファルセット騙しないよ。テルキってのファルセットも弱いね。ちょっとだけ。うん。音に飲まれてるよ。お前のね、うちのなんだこれ。お前のダメなところじゃ言ってやろうかな。これ後でやる。まあ次回にしようか。